暗い地の千枚は、松本清張の長編小説。1987年4月に、日本放送出版協会から書き下ろし刊行された。後に、電子書籍版も発売されている。空伝法不公使オーストリア・ハンガリー帝国の貴族に、嫁いだ空伝法不公使の実像を推理し、ハプスブルク帝国の一側面にスポットを当てた、ドキュメンタリー小説。 小説の形式で書かれているが、内容は気候的ノンフィクションである。NHK 特集、三つ子二つの世紀末と並行する作品として発表された。欧州連合の先駆的提唱者、リヒャルトクーデンホー・フカレルギーの母は、日本女性、青山三つであった。青山三つの次男、リヒャルトの書いた、回想録、美の国によれば、講師は、 社交界で人気の花形夫人であったと伝えられる。空伝法府家の資料を求めて、ウィーンを訪れた杉田昭吉は、リヒャルトの著書には傍傷も参考文献も添えられていないことが気にかかり、その記述には誇張が含まれているのではと感じていた。ウィーン市長の資料保存書には、空伝法府家の関連文書が残されていなかったが、プラハに資料が所在する可能性がある。 とガイドのマキバウアーは杉田に伝えるまたフランツ・フェルディナント対抗の日、ゾフィー・ホテクの家系について、示唆を受けた杉田は、チェコボヘミア地方に飛び、その足跡をたどる旅を続ける。クーデンホーフ家、青山家系図、ホテク家、ハプスブルク家系図、青山98、青山三つボブスラウ・ゾフィー、ハンス、ツネ、リヒャルト・カレル、ゲオルフ、ミヒャエル、 フランツ・カール、アントニーン、オルガ、ハイン・リヒ、イーダ・フランツ・ヨーゼフ・イッセイ、マリー、カルル・ルドルフ、エリザベート、カール・ルート・ビヒ、フランツ・フェルディナント、杉田正気空電報不公私の小説家を考え、旅をしながらそのプランを練っている、マキバウア・オーストリア観光局員、杉田の通訳兼ガイド、ベレミーナ・チェコ、日本公益協会会員、 杉田の通訳。プラハ旧市街ベルトゥルスカンキャストスタッフサブタイトル。ありがとうございます。